どうも、ヨチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日も対戦やっていきたいと思います。今日使うパーティー、これでいきますね。スライムファングと光の番人 LL です。タンクいないんだけども、どうなるかはわかりません。行ってみましょう。それでは対戦よろしくお願いします。これは身代わりなしだな。こういうタイプにはこのパーティー強いと思うんだけどな。どうだろう。うん、耐久してくるやつには多分強いはずなんで。で、休み耐性も光の番人は150で、ファングは100なので、どうだ。はい、大丈夫、それは分かってる。 OK。 どれぐらい効く。オッケー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 、よし、完封いけたっしょ。オッケー、あー、復活ね。なるほど、そういうことか。ありがとうございました。続いて対戦お願いします。あっちも LL か。で、おたけびを最初からしてくる感じね。光の番人はおたけびは効かない。まあ、スライムファングは100なんで、まあ、効くこともありますわな。うん、まあまあ、とにかく攻撃するのみ。頼む。オッケー。大丈夫。よし。入ったぞ。オッケー。ありがとうございました。それでは続いてよろしくお願いします。あー、休みパーティーね。休みね。OK。ゴールデンスライムがね、そうね、完全に耐性積んでくるのであれば、光の番人のジゴスパークは入らない。あ、キングジョーカー。あー、そうかそうかそうか。なるほどね。まあ、休み耐性だいぶ積んでるんで大丈夫でしょう。やっぱ聞くんかい聞くんかい。ラブリーで聞いとるんか。どうだこれが。あ、聞いた、よかった。よし、おお、結構聞く、結構聞く。ならば大丈夫でしょう。休みは光の番人には聞かないので、次で倒せるはず。はい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 、 OKOK。いけましたね。ありがとうございました。続いてよろしくお願いします。おお、なるほど、スピンスライムね。なるほど、これはちょっとまずいぞ。これちょっと、あー、しかも選んでるね。めちゃくちゃちっちゃいサイズを選んでる。こだわってますね。いや、これはちょっとまずいだろう。まあまあ、俺はもうこれをするしかないからね。はい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 。で、ワルボーもいるのね。で、キラーマシン2とハデスナイトで2回攻撃ずつをやっていくっていう感じか。いや、効くな、これ。これも効く。あー、2回攻撃。いや、これはちょっと、相性悪いわ。ありがとうございました。次も張り切っていきましょう。なんだこれは。あ、まあまあ、休みを入れてくるか。キラーマシン、キラーマシン何だったっけ。珍しいな。いきましょうか。メタルナイトなんだっけ。あ、凍てつく波動要因。あ、2回攻撃するのか。なるほど、 OK、 効いた、いいね。ザオリク？いや、倒したでしょ。ザオリク。ありがとうございました。またまた珍しいパーティーだな。よろしくお願いします。ウルノーガと、ニズゼルファ。もう超攻撃的なやつだよね。攻撃力が高い。2番目に高いか？この2人とも。
あ、違う、ニズエルファは一番高いか。ウルノーガが2番か。え、どんな攻撃してくんの。でも動きは多分こっちの方が早いんで、どうだ、イテツクハド、はいはいはい、オン、はいはい、ニズエルファ結構防御力高えな。あ、ありがとうございました。それではこれラストにしましょうか。ちょっと待て、3枚か、3枚だな。あー、なるほど、こういうパーティーもありだね。縦3枚で、はい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 、ハデスナイトで思いっきり攻撃。あー、なるほど、これ強いかもしんないな。あ、これちょっと突破できんかも。行きましょう。いや、これはちょっと強いな。3人身代わりでしょ。あー、なるほど、バイキルトね。はいはいはい、これが効くんだわな。バイキルト入ってるしな。あ、いや、これ強えわ。ありがとうございました。はい、それでは戻ってきました。そこそこ連勝できたって感じですね。まあ、このパーティー良かったんですけども、最後に当たったあれ良かったね。ハデスナイトを1人に攻撃させて、で残りで盾をやるっていう、あ、これあれ良かった。うん、あの闇属性の耐性ってなかなか入れにくいんですよね。うん、そこを思いっきりついてくるので、でしかもリリパッドでバイキルト入れる。あー、なかなか良かった。あれちょっと作ってみようと思います。はい、まあ、今日はこのファングと光の番人でやってみました。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。